はいどうも、こんにちは。ガクチャンネルのガクです。今日はねまたバイク用品のね、ご紹介をしたいと思います。まあ皆さんもね、もう多分乗ってる方だったら使ってると思うんですけど、結構ね多くの人がバイク用のインカムね、のご紹介です。僕ねあれどこ行った？もともとインカムね使ってたんですよ。あれさっき用意してて。で買い替え今回ね、したんです。ということで、ね、あれちょっと待ってくださいね。はいどうも、忘れてました。こんなやつね、使ってたんです。メーカーはフリードコンでいいかな、っていうねやつなんですけど、Amazon で結構ね、売れてる。1個ね6000何もとか7000円とかそのくらいの値段なんですごく安い、お手頃なあれですねインカムということでね。で基本的にこれでも満足してました。特にね使い勝手悪いとか全くなくて、特徴としては、普通にねできることがスマホとつないで、音楽を聴くで、例えば電話を受けるで電話をかける方は一応リダイヤルはこちらの方からかけれます。その他にねかける場合はスマホでね操作してあげる必要があります。であとできるのはインカム機能として3台ねこれは3台までなんですけどペアリングをして同時通話ができるという機能があります。基本的にそんな感じかな。だからスマホの方のね、こう音声を聞いたりすることができるんで、全然ね、基本的に僕は通勤とか、1人で走ることが多かったりするんで、全然問題ないと。で2台あるのは子供を後ろに乗せてね、たまにですけど本当にタンデム走行で、こう話したりすることがあるんで、一応2台あるって、予備も含めてね、2台セットっていうのがあったんで、そちらの方を買って持っているという感じになります。で、今回買い替えたのはね、これ、フォットスポーツでいいんかな、ちょっと分かんないけど、インカムでね、Amazon で売ってる、中華インカムですね。これで値段がねだいたい1万円弱くらい、1万円前後くらいだと思うんですけど、そのくらいの値段で売ってます。M1-S Pro ね、っていう、ものになります。なんで買い替え買ったかっていうのはね、ちょっと理由としては会社の方でちょっとね、これを使っていろいろちょっとやってみたいことがあったんで、そのためにねちょっと実験的に買ったんですけど、そのついでに僕も1台買いました。ちょっと試験的にね、とりあえずさっき買って、実験してたりなんかしてたんで、なんていうかな、僕が個人的にね、買ってもいいかなと思ったのはなんでかっていうと、これねさっきこっちの方では言ってた機能で電話をかけるっていう操作がリダイヤルしかできなかったんですよね。でこれ結構ね、バイク乗ってる時にちょっと電話かけたいなっていう時があってもかけれないっていうのはちょっと嫌だなと思ってたんです。でこれ実はね、後でまた実際聞いてもらいますけど Siri の機能が使えます、ね、iPhone と接続してAndroid だったら OKGoogle のあれねあれも使えるみたいなんで、ちょっとそれはちょっと僕 Android 持ってないんで試せないですけど、iPhone の場合 Siri がね、使えましたちゃんとね。だから結局は Siri を通じて電話をかけたいとか、例えば天気予報を聞いたりとか、そんなことがほとんどできちゃうんですね。でその他の機能としては、基本的な音楽を聴いたりとか、そういった機能は当然ついてますし、であとインカム機能としても、なんていうかな、8台だったかな、8台くらいまでつなげれるんですよ。でもメーカーの推奨としてはちょっと通信がやっぱり途切れたりするんでしょうね。4台か、4台くらいまでの接続にしてくれと書いてましたね確かね。だからあんまりつなげようと思えばそこまでつなげれるっていうね。でこれね最大なんか2キロかなんか書いてあるんですよ Amazon の説明で。よくよく読んでったら分かるんですけど、これね実はね連続でチェーンでつないでるんですね。だから例えばこれ A としたら、もう1台が B としたら A と B をつないで、この間は 500m までで、 B ともう1個の C があったら C とつないで、これが 500m で、当然 A の一番最初の分とは、まあ、500、500空いてたら、まあ、1km ですよね。こんな感じでチェーンでつないでいく感じになります。だから例えばそのつないだやつを例えば前後入れ替わったりしてある程度距離に伸びてしまうと、だから ABCD やったのが ADBC とかなってしまうと、まあ、あくまでも A と B を接続してるんで、まあ、通信が悪くなったりとか、切れちゃったりするということで、まあ、ちょっとね使い方はそういうなんていうかな、こうみんなでね、インカム機能として使うときはちょっとそういうところは注意しないといけないんですけど、まあ、会社の方でもいたんでこれ何台か買ってね、つないでみたんですけど、4台までつなぎました。だから全然普通につなげれます。まあちょっとね、接続1回ペアリングしてしまって再接続するときはちょっと面倒くさかったんですけどね。まあ、今あんまり具体的なこと言っても多分皆さんもわからないと思うんで、まあ、でも全然使えるっていうことだけご紹介しておきます。はい、じゃあとりあえず入ってるものとしては、まあ本体ねもう使ってるんでね、あれなんですけど、まあ、一応なんとなく中身紹介もう開けちゃってるんでね。で一応ねこう説明書が2つ入ってて、取り付けマニュアルかな、一応こう英語とかなんか英語と日本語だけの説明書っていうやつで。でまあ、とりあえず取り付けの説明書かな、こっちが。ね、であとオペレーションマニュアルね、こんなんがついてます。これも英語と日本語ね。で多分ここ見えるかな、これね。ここに全部載ってあるんですよ。これ上から紹介していけば多分いいのかなと思います。機能的にね。はい、っていう感じですね。でまあ、インカムなんでね、あくまでね、なんていうか、できることって言ったら、まあ、大体、こう、限られてくるっていうか、まあ、それ、なんていうか、あんまりいろんなことができるっていうものでもないんですけど、まあ、Siri が使えるのが一番良かったのかな。はい、じゃあ、ちょっと入ってるもののご紹介の続きということで、一応、このマイクね、この、両耳のスピーカー、右左と、このマイクね。で、マイクは、ここが、こう切り離しができて、ここにつけるマイクをね変えることができます。今ヘルメットの方つけちゃってるけど、このフルフェイス用のね本当のこれちょっと多分見えないな、ちょっと前の機種のやつやけど、こんなやつ、これによく似たやつね。実際はなんかこのマイクのところにモフモフっていうかちょっとクッション材ついてたりしますけど、この新型の方はね。でそんなマイクね、付け替えることができます、これね。で、あと入ってるのが、あ、そうそうそう。この機械の特徴がね、これ、機能まだ試してないんやけど、とりあえず、例えば1台で使うんだったら、ここにね、あ、ボタンの説明、まあいいか。まあ、ちょっと軽くやっていきましょうか、先にね。ここが USB が、充電するプラグね、した USB。これがミニプラグでよかったかな、 USB のプラグね。で、ここにね AUX 外部入力の音声入力がついてるんですよ、実はここに、ね、でそれ用のこの蛇腹っていうか伸びるやつねついてて、これを挿すでしょ、これを挿して、例えばこれをねナビゲーションとかに音声入力のところにぶっ込めば、まあBluetooth とかでね音声のこう飛ばすのついてたらいいんですけど、まあ、そういうのがついてない場合とかにはこれでやると音が聞こえると。これは僕試しました。ちゃんと聞こえました。でもう一個試してないのはね、これでつないだ、例えばナビとかつないだやつをインカム機能を通じて他のこのインカムにね飛ばすっていう機能もあるみたいなんですけど、それちょっとね僕これ複数台今、まあ、会社ではねちょっと実験的になんか買ったんですけど、僕個人的に買ってるのは1台しかないんで試してないですね。だけどまあ僕前紹介したね、ナビゲーション、あれバイクで使おうと思ってるんで、この機能がねあればいいなと思いました。こっちはね、前のやつは僕持ってたやつはこれ外部入力何にもないんでね、ここはあれですね、マイクとかヘッドスピーカーつなぐケーブルだけなんで、充電と兼用してるんで、あ、これもそうですね。これだから充電とスピーカーマイクのケーブルが前のやつは共通だったんで、同じとこないです。充電しながら使うっていうことができなかったんですね。でこっちの分は充電ポートとこのマイクとかスピーカー挿すコードが別にあるんで、だからまあ、メーカーの方はね、なんかバイクの方のチャージの方からは充電しながらっていうのはやめてくれみたいな書いてましたけどね、電圧が不安定になったりするから、やるんだったらモバイルバッテリーから給電して、でこう使用しながらね、使うっていうのは別に問題ないみたいです。だから出先、ツーリング行った先で、電池が、まあ、ちゃんと充電してたらね、すごい電池も持つんでね、切れるということはないと思うんですけど、あ、忘れとったとかね、いう場合でもモバイルバッテリーから充電しながら、まあ、ちゃんと使えるというところも利点だと思うんです。これね結構いいとこばかりね、ですよね。はい。でまあそんな感じで、まあ、ちょっと飛び飛びで申し訳ない外部入力ね、うん、もうでこっちがヘッドホンとあれね、マイクの端子 USB ね。でボタンがインカムボタンっていうヘルメットのボタンとプラスマイナス、まあ、音量とか曲の早送りとかやるボタンで、あとはここがSiri をね起動したり、まあ Bluetooth のね最初接続したりするボタンという感じになってます。まあ、いつもながらなんか話がね飛び飛びあっちこっちに飛んでしまって申し訳ないんですけどね、そんな感じで、とりあえずそのね外部入力に挿すケーブル、これ結構伸びるからいいですよね。であとはなんか止める両面テープが2枚。これはこれ固定するね。僕もつけちゃってるな。これ。こういうやつね。このマジックテープはついてないです。僕勝手につけちゃったんで。もともとはこの挟むだけのね、こういうやつです。こう外れてますけど。ね。このマジックテープはついてません。僕がつけました。一応ちょっとずれないように念のためにね。だからこのクリップをグッと挟む感じね。でこれをクリップ止めしないでここへ両面テープをつけてべちゃっと貼るっていうことも可能ということで、その両面テープが2つついています。まあ、あと金具ね。であとは、まあ、そんな感じのイヤホンとか、スピーカーとかを設置するためとかのマジックテープやら何やらがついてて、あと充電ケーブル、ねになってます。で充電ケーブルね、これね、Amazon のコメント欄でも書いてたと思うんですけど、この入り口、充電するね、プラグの入り口のところがね、なんか微妙な大きさなんですよね。微妙な。だ普通に売ってるこのプラグね、USB の。これが入らないんですよ。これだからここ見てもらって分かるかな？あんまり近づけたらピント合わないけど。なんかへこんでるの分かります？細くなってるでしょ、先っぽが。ここ。ね。だからなんでねこういうことをするのかなよく分かんないけど、もうちょっと大きくしてくれてたらいいのになと思いました。だから逆にやっぱりこれ防水、一応ね防水仕様っていうことになってるんで、変なね市販のプラグを使われてここからね水が入っちゃうなんていうことがないように、ちょっとここをねメーカーさんの方が削って、まあ、下手にこう変なプラグ刺されないようにしてるのかもしれないですね。まあそれは僕の想像の中でですけど、はい、まあそんな感じです。じゃあちょっと今からセッティングをしてみますんで、実際使ってる音声ね聞いてもらおうと思います。僕ねちょっと自作でねケーブルを作ってみました。この USB のとこに無理やり挿すやつね。で作ってみたんでそれでこのスピーカーから音を鳴らしてみようと思います。ちょっとお待ちください。はい、どうもお待たせしました。そしたらね、実際やってみようと思います。まあ、接続はね、さっきも言いましたように、スピーカーからね、まあ、このプラグはもう作ったんですよ、このケーブルをね。だから、こんなケーブルは付属してないですけど、まあ、マイクね、これも全然関係ないマイクですけど、ここでね音声の入力を、まあ、皆さんにね聞いていただけたらと思います。で USB ね、先が USB の挿すやつになってて、それをここにね、このまあ、普通だったらヘルメットの方に行く、ケーブルの挿すところに挿してみようと思います。で音声も多分流れると思うんでね、これで実験しようと思います。まず電源を入れるのはこの両側のこのインカムボタンとこの何ていうかマルチのキーこの両端を同時に長押しします。はい、ちゃんと聞こえましたね。こんな感じで、電源が入ります。ね、で、ペアリングのボタンはこのボタン長押しです。ね、これを長押しすると、ペアリングね、こういう感じでペアリングということで音声が流れて、ペアリングモードに入ります。でこれであとはスマホの方で、このインカムのやつを探して Bluetooth のとこでね、それボタンを押してあげると接続をしてくれます。だからまあそんなに難しくはないですね。これどうやって解除するのかな。これ長押しでいいかな。解除一回電源切らないと無理かな。無理っぽいですね。ちょっと一回電源切ります。まあ電源切るのはまた両側長押し。パワーオフ。まあこんな感じね。日本語で音声が流れます。もう一回電源入れます。はい、まあこんな感じで。で、インカムの接続なんですけど、これ、社外のね、他のインカムね、僕前持ってたやつですけど、これともつなぐことができます。でも僕の実験してる範囲では、これね、社外品とつないだ場合は1対1までしかつなげないみたい。まあ、2台もあったんで、これもね2台とも接続できるかなと思ってやってみたんですけど、それはちょっと無理でしたね。ちょっと一回これ接続をしてみようと思います。インカム同士のね接続はね、こっちのヘルメットのボタンだから、なんとなくね Bluetooth のその何て言うかな、待ち受けモードにすればいいような気するんですけど、こっちのヘルメットボタンを長押しします。検索中。はい、ということでこれでね検索中になるんで、ちょっとこっちも電源入れますね。だからインカムの接続はねこれでいいみたいで、これ今こっち電源入れましたけど、これねボタンこれをねもう一回押すとインカムモードになるんで、これで接続できるんじゃないかな。こっちの機種があれかな。ちょっと待ってくださいね。こっちの機種ね、多分ね、Bluetooth の待ち受けモードにしないと多分接続しなかったような気がした。同じ機種であればね、この同じヘルメットの待ち受けモードにしてあげるとね、勝手につながりました。ちょっとこれで今、こっち Bluetooth の待ち受けモードになってます。こっちが今ヘルメットの接続に成功しました。あ、つきましたね。でこれで今ヘルメットのマークがついてたら、これインカムで通じてる感じになります。ちょっと試しでねこっちのマイクつけてみましょう。よこれ今こっちのマイクね。ちょっと音うるさいと思いますけど、こんな感じで他の社外品のマイクインカムとも、接続することができます。で1回接続したらもう切るときはこれねポチッと押してあげると切れて、でまた離すときはこのもう1回こっちのボタンプッと押すとつながります。ね、こんな感じで、こっちのやつはまあこの説明今回してないけど、こっちのやつもこうボタン、これがインカムとかの切り替えボタンなんですけど、これでいけんちゃうかな。ちょっとこっち今ヘッドホンコードつないでないからあんまりよく、いやこのボタンだと思うけどな。ちょっと今こっちからの接続はあんまりよくわかんないですけど、とりあえずつなぐことができます。はい、まあこんな感じね。はいね、で、次は音楽ね、再生してるスマホでね、その感じを見てもらえたらなと思います。スマートフォンね、これうちのワンちゃんなんですけど、スマートフォン、今接続してる状態ですね。プラスのボタン、ね、プラスのボタンを2回ちょんちょんってやると音楽を再生します。つながってるよね、多分。スマホの方とつながってるとは思うんですけど、あ、つながってますね。つながってるんですけど、いきますね。ちょんちょん。ちょっと押し方が悪かったかな。あれ？プラスだったかな？プラスで良かったと思う。マイナスだったかな？あれ？いかないですね。なんでかな？ちょっとなんかおかしいな。ん？間違えてんのかな？いや。はい、どうも。なんかね、接続がちゃんとつながってたんですけど、なんか iPhone の方の、なんていうかな、音楽のミュージックのところで、なんか変に一時停止かけちゃってたみたいで、なんか一回ミュージックで再生ボタン iPhone で押して、やればちゃんとなんかいけるようになりました。こっちの問題ではなさそうですね。今僕なんだったら iOS の新しいバージョンのやつね、ちょっともうしちゃってるんで、ベータ版ね、それの関係でおかしいのかもわかんないです。じゃあこれプラスボタン2回ポンポンと押すと、だから2回押すと再生で、2回押すと停止っていう感じになります。で、再生してて、長押しするとこれが曲戻し、マイナスがね、マイナスの長押しで早送りって次の曲へ、ね、プラスの長押しで、曲の頭に戻るっていうね、いう感じのボタンになってます。で、あと1個、ちょっと注意事項なんですけど、今さっきね、この iPhone の画面、ログインっていうか、もう中に入った状態になってたと思うんですけど、この Siri のボタンね、これ普通に、なんていうか、このボタン1回押したら Siri が起動するんですけど、押しますね。起動しないでしょ？ね。これね、実はね、こういうふうにログインしたっていうか、もう入っちゃってる状態で押すと、こんな感じ。明日の天気は？明日は雷雨になるとの予報が出ています。最高気温は32度、最低気温は26度でしょう。はい、ということで、実はね、この、なんていうか、iPhone の方をちゃんと起動しておいてあげないと、Siri が使えないっていうことが分かりました。だから、AirPods みたいに、iPhone をなんていうかな、スリープモードになってる時にAirPods とかだったらね Siri 使えますけど、その感覚では使えない、感じになります。だからあくまでも iPhone 自体はこう前のところにホルダーかなんかに挿しといて、例えばナビゲーションとかそういう画面で、画面がずっとスリープモードにならないような状態にしとけば、とりあえず Siri は使えるということになります。だからちょっとね、使い勝手的にはその最初僕が買う前に思ってた使い勝手としてはちょっとそこが違ったかなというふうに思いました。まあこれ皆さんね、ちょっと注意をされた方がいいかなと思います。その Siri の機能に期待しすぎてるんであればね。でも僕の使い方であれば全然ね、とりあえず Siri が使えるっていうだけでね、かなりありがたいです。ね、あと電池残量もね、ちなみにこのプラスとマイナスの音量ボタン同時押し。1回押しですよ、同時押し。バッテリー残量が 90% 以上あります。はい、ということでバッテリーの残量をね教えてくれます。これね、どのくらいで教えてくれたのかな、90% 以上ありますっていうのとね、なんかね4段階くらいで教えてくれる、あ90% 以上、50% 以上、で 50% 以下、10% 以下、すぐ充電してくださいと。まあこういうふうにね、90以上、50以上、50以下、10% 以下、ね、4段階でお知らせをしてくれるって、まあ、この電池残量の、ね、お知らせ機能っていうのもなかなかありがたいなというふうに思いました。ね、あとはまあまあまあそんなもんかな。はい。そんな感じです。はい、ということで、ちょっと長々また動画になっちゃって、もう非常に申し訳ないんですけど、こんな感じで、まあもっとね高いインカムっていうのはより機能がついてるのかもしれないですけど、僕にしてみたらもともとこれ使ってて、これで十分ある程度満足できちゃってたので、こっちにグレードアップ、まあ、してかなり良かったと思います。本当に使い勝手が良くなったところが多かったんでね、これでだいたい1万円前後なんで、もしよかったら概要欄の方ね、また Amazon リンク置いとくんで、気になった方はちょっとチェックしてみてもらったらいいかなと思います。タイムセールとか入るとね、2台セットとかで結構ね値段落ちたりするんで、そのあたりも、もしよかったらねチェックしてみてもらったらいいと思います。はい。そしたらまたいろんな製品ね、ご紹介できたらと思うんで、これからもよろしくお願いいたします。そしたら今日この辺で失礼します。さようなら。